行きましょう。佐賀県からです。シーズン、シーズンです。よろしくお願いします。競馬一条のやつらと兄弟ではないですよ。似てますけどね。よろしくお願いします。別人ですから、まあ、僕ら佐賀県出身なんですけどもね。九州は佐賀から来たんですよ、で今日はね、その佐賀でよく流れてる番組を紹介しようと思うんですけども、よく決勝でローカル系潰したね、お前。ちょっと紹介したいんですけども、はいはい、あの3分クッキングって知ってますかね。全国放送だよ、お前。みんな知ってるやつだ、お前。でも、ただ一つ思うのはね、はいはい、この3分クッキングが3分を超えてるでしょ、あれは。まあな、ね、番組枠15分ですよ。そうかと思ったら、内容はもう当然のごとくね、うん、ゼリーを一晩冷やしてくださいとか言ってる、ね、肉を2時間煮込んでくださいとかね、言ってる言ってる、風邪をひいたら寝込んでくださいとか関係ないね、それだけ。言ってるでしょ、風邪薬飲んでください。で3分をガン無視してるんですよ。そうだな、それはダメだと思って。あ、ダメ。俺はちょっと時間内に終わる料理番組を考えましたから。あ、何でしょう。あの3分半クッキングってやつ。大きな差はないね。いや、これいけると思うんすよ。30秒しかないよ。すべこべバスやってみよう。ガリレオか、お前。二条パクリすぎや、さっきから、お前。俺はちょっと今からシェフをやるから、はいはい、アシスタントやってくれ。任してくれよ。さあ、始まりました。3分半クッキング。先生、今日は何を作っていきましょう。今日はですね、国産牛フィレ肉のポワレ、季節の温野菜とマスタードソース、オレンジの香りも立ったブールパチュールです。先生、はい、できますかね。できますよ。3分半でちゃんと作りますから。大丈夫ですか、作っていきましょうね。はい。で、まずお肉の紹介なんですけども。お肉。これすごいですよ。何でしょう。あの、佐賀県のブランド牛といえば、佐賀牛ですよね。ね。今日のメイン食材。はい。なんと、あの、佐賀牛を育てた飼育員さんに来てもらってます。誰連れてきたの、お前は。メイン食材です、今日の。牛どこ行った？でも、あの飼育員さん、農作業とかして体が臭いんで、汗かな、しっかり水で洗い流すことと、はいはい、あのちゃんと下処理とかしてないと後足にえぐみが出るんで、心臓とか取りましょうね。気持ち悪いよ、うん。まあでも今眠ってらっしゃるんで、なんで寝かすの？ほとぼりが冷めるまで待っておきましょう、ね。スタッフ逃がして、続いては温野菜のためのお湯を準備したいんですけども、はい、沸いたものはこちらですね。あったらあかん。え、3分クッキングと同じじゃないか、お前。時短は大事です。時短したらあかんよ、とりあえずいい感じまでちょっと煮立たせておきますね。はい、続いては温野菜のための野菜を紹介したいんですけども、野菜たくさんの生野菜あるじゃないですか。いっぱいありますよ、今日も。今日使う野菜なんですけども、はい、こちらのシソなんですけども、シソ美味しそうじゃないですか。まあ美味しそうに見えますよね、でこちらの売りなんですけども、売り大安売りだったんですよ。安かったら買っちゃいますよ ね。でこちらのもやしなんですけども、はいはい、燃やしたらダメですよ。しょうもないわ。なんでさっきからしょうもないのばっかり出してくんの。僕が無類の野菜のダジャレよってことご存じないですか。存じ上げねえわ、お前。知らないんですか。知らない知らない。僕もう思いついた野菜のダジャレポンポン言っちゃいますから。もうそういうのどうでもいいから進めて。そんなこと急に言われても小松菜。それや、もう言わんでいい。とりあえず料理の方進めましょうかね。あ、進めような。今の3つの野菜をですね、あの温野菜の方にしていきましょうか。先生、あ、はい、今の3つだけですか。はい、しそ、うり、もやしだけですよ。しょぼくないですか。はい、いや、人参とかじゃがいもとかキャベツとかねえ、あのしょぼいって何ですか。いや、なんか主役みたいなのが欲しいんですよ。野菜にしょぼいとか主役とか脇役とかないでしょ。あ、そうですか。さて、あんた野菜バカにしてるんですか。いや、そういうわけじゃないんですよ。野菜バカにしてるでしょ。違いますよ。野菜バカにするのだけはやめてくださいね。あ、ごめんなさい。私をバカにするのはいいですけど、野菜をバカにするのはやめてくださいね。 AKB か、お前は。やめてくださいね。ごめんなさいね。野菜バカにするのだけやめてくださいよ。ごめんなさい。マジでないわ、もうこのおたんこなすの顔面じゃがいも、玉ねぎヘッドの大衆ドリアン野郎がよ。言えたこっちゃないね、君。野菜バカにしないでくださいよ。お前がバカにすんなよ。おいで、料理入りますから。あ、進めてください。あ、見てください。何？お湯が急にボコボコ湧いてきちゃったじゃないですか。最初から湧いてたよ。違うんですよ。何？あなたが無駄に私に野菜のダジャレばっかり言わせるからこういうことになるんですよ。お前が勝手に言ってん、それ。あ、見てください。何？飼育員さんが急に目覚めてきちゃったじゃないですか。うちの人間寝てた、起きる。ちゃんとあと1時間後に起きる予定だったんですよ。番組終わるわ、お前。やばい。野菜のダジャレが思いつかない。野菜のダジャレ、野菜のダジャレを引っ込んで。ああ、大ピンチ。果物やないか、お前。あ、大ピンチか。ピンチ、大ピンチ、大ピンチ、どうしよう、どうしよう。先生、落ち着いて。完成したのはこちらです。バカ野郎、お前。それがあったら3分クッキングと同じやないか。まあ、オチの方も粗めに仕上がったわけですよ。やかましいよ、お前。まあ、みたいなのが3分半クッキングなんですよね。全然できてないよ。できてないですか、うん、マジで、うん、あ、でも4分ならいけたかもね。関係ねえよ、もういいよ。どうも、ありがとうございました。